ジャパンライフ株式会社は東京都千代田区に本社を置く代替医療機器製造販売会社。東京都中央区築地にある同盟の土木建築家なもの設計製造販売を行う企業とは無関係である。APO ジャパン、ホリディマジックと並ぶマルチ商法の草分けたる三社中の一つであるゼッカーチェーンを起こした山口隆義が1975年に創業。 ジェッカーチェーンはこの1年後に倒産した。1985年2月期には売上高1509億円を記録するなど急成長したが、同時期に表面化した豊田商事事件の余波を受けて業績は大幅に落ち込んだ。豊田商事同様にマルチ商法被害が社会問題となって同年12月10日、衆議院商工委員会で、 ジャパンライフ問題の集中審議が行われた。この少し前には山口隆義社長が法人税法違反で告発されたことから社長を退き公認の社長として警察官僚で京都府警察本部長や中部官区警察局長を歴任しネズミ校を取り締まる警察庁生活安全局保安課長を務めたことがある相川隆を迎えている。この人事には 警察対策なのではとの見方が囁かれていた。2007年、創業者の娘である山口博美が社長に就任。2014年、消費者庁から書面による行政指導を受けた。2015年9月10日、消費者庁の立ち入り検査を受けた。2015年10月1日、販売形態を転換、通信販売を除き店舗での直接販売に移行した。 また、訪問販売、連鎖販売取引、予託取引をやめて、代わって、業務提供誘引販売取引を導入、直地療金などを100万円から600万円で販売し、購入者が知人などにレンタルすると、年6%の利益が得られるという、レンタルオーナー契約方式を始めた。迷惑解除妨害の特定上取引法違反などにより、 消費者庁から2016年12月16日2017年3月16日11月12月の4回にわたって行政処分を受け一部業務について1年間の業務停止を命じられた2度目の行政処分から2ヶ月後の2017年5月16日東京お台場のホテルで大物演歌歌手の歌謡賞を開催1000人を超える参加者を前に 会長自ら直治療器を実演し、腰痛や膝痛、全部解決する。3月に売上過去最高30億円を達成。すごい産業になるなどと、大々的に勧誘した。5月24日参議院財政、金融委員会で内部告発で提供された収録映像をもとに、業務停止命令に違反する営業であると批判された。2017年12月12日。 本社不動産を売却。12月15日、山口博美が社長並びに取締役を辞任。12月20日、巨額の債務超過を顧客に隠して勧誘したなど、詐欺や予託法違反の疑いにより、被害対策弁護団から愛知県警察に告発状が提出された。一方で同社側は、消費者庁の管轄である連鎖販売や、 予託取引については、すでに行っていないにもかかわらず業務停止が命じられたことにより、あたかも他の業務も停止したかのような誤解を受けたと主張している。2017年12月20日と21日の2日連続で手形が不当たりとなったため12月26日、取引銀行からの取引停止処分を受け倒産。負債総額の千四百五億円は、同年の倒産では、 高田に次ぐ規模である。同年末、荷物が運び出され、顧客、債権者、報道関係者らが集まる本社前で、12月29日午前、成田から香港へ脱出、逃亡を許すな。一般社員は怒ってるぞ、などと書かれた複数の文書が巻かれた。2018年1月上旬、顧客や代理店など関係者向けの説明会を開催、会社幹部が出席し、 必ず返金するが、調査中のためいつ返済できるかなどは言えない。担当が仕事を放棄したことで、不当たりが発生。正直びっくりした、販売会社を新たに設立する、次期治療期を大幅に値下げするなどと述べたと、伝えられている。一方、顧客弁護団は、同年2月9日に、破産申し立てを行った。2018年3月1日、東京地方裁判所より、 破産手続き開始の決定を受けた。官報での破産手続き開始の広告は、同年3月12日付で掲載された。同年9月4日、東京地裁は山口高吉個人の破産開始を決定。同年10月9日、東京地裁は山口博美個人の破産開始を決定。2018年11月12日、第一回再建者集会が開催され、 代表取締役、山口隆義は国民の健康のため頑張ってきた。お客もよい思いをした。オーナー商法は詐欺ではない等と主張した。2019年6月4日、第2回債権者集会開催。同年12月18日、第3回債権者集会開催。2020年6月10日、第4回債権者集会開催。二千二十年九月十八日、 警視庁などの合同捜査本部は、会社が債務超過であることを認識した上で、顧客11人から契約8000万円を騙し取った詐欺の疑いで、山口隆義元会長及び旧経営陣14人を逮捕した。10月8日、顧客11人から契約8550万円を騙し取った別の詐欺の疑いで、元会長らを再逮捕し、同日、 山口会長を詐欺罪で起訴した。消費者庁取引対策課課長、補佐県消費者取引対策官が定年退職するにあたって経営者との面会を要求するなど自身の甘くりを受け入れる要要求2015年7月に同社に顧問として再就職した。また社長の山口は同年の桜を見る会に総理枠化とされる60番で 招待されている。2016年2月1日消費者庁は違反行為があったとは断定できない旨の調査結果を内閣府再就職等監視委員会に提出したが、同年3月同委員会は国家公務員法第106条の3第1項違反を認定した。業務停止処分直後の2017年1月13日、会長の山口が 働き方改革担当特命大臣の加藤、勝信と会食の父らしにジャパンライフのビジネスモデルは1億総活躍社会を先取りしています。との加藤のコメントが掲載され、また主要閣僚を含む安倍政権の政治会のお中元リストの存在が国会で議論されたり、複数の官僚が当社や関連団体に顧問として再就職しているなど、 性感界との結びつきが強いと評する媒体もある。ありがとうございます。